この授業はですね、先ほどご案内ありましたけれども、弊社の JTB 和歌山支店が和歌山県からの、委託によりまして、国の緊急雇用費用を利用して、和歌山県にですね、ジビエ料理の、普及それから拡大を促進するために、行っております授業でございます。でその目的はですね、各地域の、旅館さんであったりホテルさんであったり、ジビエ料理これからも普及させるということもあるんですけども、それの最終的な目標はそれを観光資源の一つとして、和歌山県に、誘客したい観光客をより呼びたいというのがございます。ということで、和歌山ジビエの取り組みというタイトルにしております。で、平成16年度の3億9900万というものをピークに、大体3億前後で、推移しているという状況の中で、特に本県では、イノシシあるいはアライグマ、シカとかの被害が多いこと、それを取り巻く、地域の現状ということですけれども、当然被害の深刻化は当然のことなんですけれども、なかなか、これを捕獲しても利用できている、捕獲、利用率というものが全国的にもかなりパーセンテージが低いと。でこれは皆さんご覧になったこともあるかと思うんですけども、県民の友の10月ものにジビエ地域おこしということで、これまで3年間の取り組みについて経済の方させていただいております。大まかに分けまして、ご覧のような7つの項目という形になっております。鳥獣の、処理施設ということで、公設としては本県で最初に日高川町の方で22年の5月に、オープンしております。あと、県が取り組んだということの先ほどちょっと、話させていただきましたけれども、奈良振興局でのコンペ事業の取り組みの一部になります。皆さんもご覧になったことあるかと思いますけれども、県で出ているホームページにも、こういった形で紹介の方をしております。それと、22年度ですけれども、紀州焼き町ということで、これも同じく伊藤振興局で、政策コンペというものを取り組んだ中で出てきた、成果品の一つであります。それと、22年と同じく農商工連携ファンドということで、県と、金融機関等々が出資して、ファンドを、作り、その運用益を生かした中で、こういった取り組みということを紹介させていただきます。で大体豚肉と変わらないですね、部位的には。はい、ですから、ロースとかヒレが、柔らかい部分で、本当に、さっとグリルしたり、ローストしても美味しいですね。外ももでもローストしても食べられますよね。こちら簡単に部位の調理法が簡単ではないですけど、僕が言ったよりは多分細かく書いてあります。はい、こんな、用途があります。コイノシシの小さいロース肉だったもんですから、2割ぐらいの幅があったんですね。ちょっとこれだとちょっと脂が多いんで、少し取りましたけども、やっぱり脂の部分は召し上がっていただいた方がいいと思います。それに比べて鹿肉はちょっと脂身が少ないですね。ちょっと、肉質としてはイノシシよりもパサついた感じはあります。ですから料理をするときにですね、ちょっと油分を補ってあげるような調理法がよろしいかと思います。で昔は何ていうのかな、もうジビエはジビエらしく、もうしっかりこってりっていう感じでお料理をしてたんですが、あとはもうわざわざその熟成させて、匂いを少し出してから、それがジビエだっていう感覚で僕たちも料理をしていたんですが、やっぱり最近の傾向としてはやっぱりもう、そんな肉を熟成させてっていうことではなくて、もう何て言うのかな、あまりその癖がない食べやすい感覚で お料理出した方が、一般の方には受けがいいですし、癖がもう全くないので、本当僕はさーっとグリルしてお出しするんですが、今日も、ご用意してますが、本当癖がないです。表面を焼いて、ローストして
しまして、いちご、まあ、アップルビネガーとかちょっといちご関連の、リキュールとかを使ってます。で次が、イノシシのロースですね。これをグリルしまして、まあ、タリアータって言いまして、イタリアでよく牛ロースを切ったものをタリアータっていうんですが、そちらに栗のソースを使いました。次が、鹿のひき肉ですね。これは中に、少しちょっとアクセントとして、グリーンペッパーを入れてあります。で、周りを網油でですね、ちょっと包んであります。